ブラックマーケットからなかなかバタフライナイフが出てこない。バタフライ?バタフライナイフか。どうも、レオジンです。レオジンの動画でございます。リスナーさんからいただいたリクエストを答えていくコーナー。俺、縛ります。今回は KRM2622 サプレッサーです。はぁ、なんか俺前やったよな、こういう系のやつな。ね、前にやったよね。なぜ俺にやらす?ラピッドファイアついてんのかこれ。もうわかんないぜ。まあ、奇襲するんでね。行きましょう。ああ、ブースト足りてねえ。もう、最初からもう、ちょっともう、先行きが怪しいじゃないですか。どうせ。まあまあまあ。まあ、任せてください。いるやん。ほら、相手一発当たったら、お前、俺こっちの勝ちなんだぞ。一発先に当てる。くそ。先に一発当てたら、もう、平等ですから。先に一発当てて、やっと平等ですからね。何を言ってるか俺には全くわからないぜ。ちょ、ブースト足りてねえって。危ない。よいしょ。ただいま。イエーイ!もう、もう、倒せるやんか。やだな、もう。あのショットガンで一発で死なない時のストレス半端じゃないからね、言っとくけど。すごいからね。弾ね、こう、R1 ボタン押してるんだけど、弾が出ない時ってありますよね。それまさに今なんですけどね。うん。まさに今だったんですけど。裏いるよね。絶対こう裏。あれ?いるよね。うん。ええー!今のはもう正直うまかった。うん、あれはもう相手を褒めるべきだよね。OK。OK。まあまあまあ。まだまだ序盤なんでね。やっていきますよ。全然。10ポイント差。全然いけます。いけます。全然いけます。中央いますね。あ、無理ですね。こっちから来そうだな、でも。ほらな。まあでも俺ちょっとまあでもなんか慣れてきたかも。いや、慣れてないわ。全然違う。全然違う。もう全然違う。もうダメだ。もう全然ダメだね。あ、もうこれがもはや実況なのかというところから、まず、こう、採点が入りますよね。これは実況ですか?どうなんだろうね。これちょっと難しいところですよね。よし、引っ張ったよ、今。だいぶ今引っ張ったからね、距離を。一発で倒せる距離で、だいぶこう頑張ったよ、今ね。褒めて褒めて、今の。俺褒めてよ、伸びるタイプだから。ナイス。いや嘘だろくそ。あれ倒せへんか。最近なんか俺ヒートウェーブハマってるんですよね。これね。強いでしょうね。強いでしょうねって強いんだよね。あの何が強いかって。いや、もう、ラピッドファイアつけてんだよな。弾出ねえんだよな。遅いんだよ。次のコッキングまでが。コッキングっていうかポンプアクションが。遅いんだよ。ラピファつけてもあんまり変わりないのではって思うんだよね。ガッ。ワンキルワンです。どうも、レオジンです。いやー、むずいわ。いるわ。ちょっと味方に任せよ、そこは。うん。味方ナイス。あ、やられてる。おっつー。後ろから来るって今日俺がやろう。このチームプレイ。でもこのショットガンリロード好きなんだよ、俺。うん、このリロードモーションすごい好きなんだよね。うん。はい、引っ張る。標準安定するまでちゃんと引っ張るからね。まあ、引っ張りすぎて死ぬこと多々にあり。たまにありやけど。ああ、今、左いたな。怖いな、今の左。あれ違う、こっちじゃない。こっちか。足跡が消える前に。おお、あ、後ろか。やっぱり相手のリス位置近くで、こう、どうにかして移動するのって難しいですよね。やっぱリスを読まないと、やっぱりああいうふうにうまく立ち回ることはできないですよね。いるし。どうする？こっちかな？死なない!もうくそーマジで、なんで死なないんだよ、なんで死なないんだよ、チキショー。もうなんかもうキルするとき黙って、その後にリアクションするというリアクション実況、あ、リアクション系実況者なのかもしれない俺は。いや、もう
死なない。なんで死なないんだよ。逆に質問したい、なぜあなたは死なないんですか。サプレッサーついてるから。いやサプレッサー弱体化してるな。もうこれサプレッサーのもうありがたみがよくわかる動画ですよ本当に。KRM もうただでさえ反射が出やすいのにあサプレッサーつけて、まあもっとあめっちゃいるやんけ。あれは無理。うん、あそこ行くにはまずぐるっと回ってその後に牛横から叩く以上。せっかくサプレッサーなんで赤点が出ないんでね、そこをこううまく利用した感じをね出していきたい。ちょっと待って、ちょっと待って、もうもうちょっと距離開けよう男子ちょっと距離開けて、俺それ無理超近距離超苦手だから。いやあそこ顔出したくないよね。かといってここに行くのもな、味方いるしね、結構気まずかったりする。しかもよし、敵は気づいてない、サプレッサーもはっ、オッケー、後ろ金町、安定の金町、赤点出たね。詰めてくる、絶対詰めてくるはず。そいつやってね、そいつやってよ、絶対よ、先生フラグ、俺当たる。ちょ、どうするこれ。ちょ、これどうするよ。ここだよ逃げろ、うわー、ビリビリビリ。よっしゃ、サプレッサーが構成したぜ。赤点出さないことで、相手の不意打ちをすることができた。20も80と80で結構いい勝負してんだよね。これはちょっと足を引っ張るわけにはいかない。ゆえびだ。いたな、今。来るかな、来るよね。くっそ、ヒートウェーブやった、今のは。今のはヒートウェーブやった。ちょっとサプレッサーショットガンのあかんとこが出たな。でも2発確実にキルしてくれるということであれば。おお、腰注意、ナイス。いや、今のはちょっと冒険しすぎだね。今のは冒険しすぎた。ちょっとやばいって、負けてるって。やばいって、やばいって、やばいって。相手絶対そこいるやろ。行きますよ、行きますよ。顔出すよ。チャロン。あ、いるわ。絶対いる。左。絶対いる、左。真ん中でした。ちょっと逃げようや。命大事に。ガンガン行こうぜじゃない。命大事に。よろしくお願いします。いやー、チーレスのポイントが100になってからね、喋ることがだんだんなくなってくるというね、この試合の時間が長くなっていくスタイル、これ。これ参ったね。これ実況殺しって言っとんでもしょうがない。そこだ。うわあ、負けだ。90対100で、負けてしまいましたが、KRM のサプレッサー。ショットガンにサプレッサーはつけないでください。レオジンからのお願いでした。縛りリクエストに関してはですね、下の動画コメント欄もしくは、Twitter にて、Twitter のリプとかで、僕が反応するかもしれません。まあ、そんなところで待ってます。では、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。